このフロンティア、パルス、ロータス、サブジェクト、サブジェクト、ウーマンズ、この5本の紹介になります。で、この5本すべて、形状はサロモンオリジナルのハイブリッド構造フラットアウトキャンバーになります。基本しっかり滑れるキャンバーベースなんですが、板を取り回したいとき、細かい動きをしたいとき、板をしならせたりして遊びたいときにキャンバー構造からフラット構造に変形してくれるオリジナルの構造です。フラット構造になるということは安定感が生まれますので、この5機種すべてボードのフレックスを極限まで柔らかくすることができます。だからこそしっかり滑れるから、いろんな練習ができて上手くなれる。上手くなったらいろんなトリックを、いろんな滑りをチャレンジすることが上手くなれば、いろんな動きをするようになるからこそこのソフトクレックスが生きていくという構造になっています。なので、この5機種っていうのは、セットで、バインディングとブーツとのセットでよく販売される、モデルなのですが、このパフォーマンスっていうのは非常におすすめができます。サロモンの安いボードでは決してありません。サロモンのハイパフォーマンスボードを、セットで買っていただく。そうすることでスノーボードがより楽しめるような考えで、低価格帯ですが非常にパフォーマンスの高い構造をブランドとして搭載させています。そして2019年の特徴としては見た目も大切。今まで、特にこのパルス、レディースのロータス、サブジェクト、レディースのサブジェクト、ウーマンズなんですが、グラフィックそしてカラーが似通ってました。ただこの2019年はですね、このフロンティアも含め全てのモデルをカラーだったり、グラフィックのテイストっていうのを全てこだわって変えています。ですので、似たようなボードを乗ったサロモンユーザーがゲレンデでできるだけいなくなるように、そして自分の趣味になった見た目で選べるようにこだわってグラフィックから作りました。それがこの5機種になります。パフォーマンス的には先ほども言ったように、ブランドとして自信作ですので、スノーボードをこれからやってみよう、そしてスノーボードをちょうど買い替えようと思っているんだよねと思われている、ユーザー様、ぜひこちらの5機種、フロンティア、パルス、ロータス、サブジェクト、サブジェクト、ウーマンズ、店頭に来て手に持っていただいたらいかがでしょうか。